浜中さんも現役の時もいろんな指導者の方にお世話になったと思うんですけども、はい、まあ、言ってもこの浜中さん現役の時のこの監督が野村監督、はい、星野監督、岡田監督っていうもう名将中の名将みたいな方ばっかりじゃないですか、はいはい、もうどういう方々なんですか本当に。でも明確なのその野村さんは考えて野球をしなさいっていうタイプ、はい、頭を使え、はい、野球ぐらいやろってサッカーとかね、ラグビーとかもそうですけど、まあ、野球が一番考える時間があるでしょ、うん、一球一球ねあれだけ時間取って飛ばるスポーツですもんね、はい、頭ね、はい、考える時間あるのに、うん、お前らなんで考えることをしないんだってよく言われてて、うん、はい、でやっぱりこうどちらかというと頭を使ってやりなさい、はい、星野さんはどちらかというと気持ちいいですよね、もう闘魂っていうのを注入されましたし、もう迷ったら前に出ろって後ろには下がるなっていう言葉はよく言われてましたし、はい、星野さんに限ってもなんていうんですかね、キャンプ2002年ですかね、はい、就任して初日まだ俺についてこい優勝させたるわっていうのをいきなりパンって言ったんですよ、優勝させたるわ、優勝させたるから俺についてこい、みんなでも僕ら万年最下位なんで、はい、言ったらっていう、いきなり優勝っていうふうになるじゃないですか、はい、でもやっぱりその後の言葉とか聞いていくうちに、わこの人本気やなっていうふうな気持ちでやっぱりやりましたし、やっぱ気持ちの部分でなんか戦う姿勢っていうのもなんか学ばさせてもらいましたし、だから本当にこう明暗分かれた監督なんで、考え方はね、はい、ちょっと違うかも分かんないですけど、野村さんの頭を使う野球とこう星野さんの戦う野球っていうのが本当にいいミックスされたのでこう強いチームができたんじゃないかなっていうふうには思いましたけどもね。でもまあ言うても阪神もその野村さんのそういうのと星野さんのそう気持ちの野球っていうのと合わさって優勝、ね、楽天も同じ形やったじゃないですか。そうですね、野村さんが行って、ね、星野さんがっていうどっちだけのっていうのじゃなくてやっぱりお二人のそうです、ね、この考え方であるとか、なんか本当にこう、はい、楽天の時もそうでしたけど、こう考え方は考えることの大事さっていうのはやっぱり野村さんに教えてもらった中で、うん、はい、これ逆だったらダメだったかも分かんないですけど、あ、それは僕すごく思うんですよ、考えることをまず先できて、はい、で知識も得られて、そうか、星野さんで戦う姿勢もできたっていうのは、はい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 、この順番でよかったのかなっていうふうにはなるほどすごく思う、先にこうね投稿中された頭だったらちょっとここで冷静になる部分もあるかもわからないですけど、はい、ある程度こう知識というか、はい、考えることできるようになった中で戦う姿勢っていうのを注入されたんで、なるほどね、こうその順番でやっぱ良かったのかな、楽天もやっぱ結局そうなのかなっていうふうには分析してやっぱ思いますけどね、しっかり野球勉強して頭では冷静だけど心は燃えてるっていう状態でっていう、まさしくねその、はい、星野さんの時のヘッドコーチが島野さんだったんですけど、はい、島野さんがよく言ってたんですよ、はい、あの心は熱く頭は冷静にって常に言ってたんですよ、言われてました、わーってクソって思うけど、はい、頭は常に冷静にいとかないとあかんよっていうのはよく島野さんに言われましたね。ただでも、はい、戦う気持ちは持っとかなあかんぞっていう、星野さんのねこう名参謀でも島野さんと星野さんっていうね、はい、なんかでもあの2人の関係ってなんかすごい良かったなと思います、はい、星野ベンチにいる時ってお二人でどんな感じなんですか。でも普通にあんまり喋ったりはしないですけど、はい、その星野さんが怒った時選手に対してわーって怒った時は必ず星野さんがフォロー入れるんですよ、星野さんが怒って島野さんがフォロー入れてくれるんです、はい、監督がこういうことで怒ったんやでっていう、まあ怒るだけじゃなくてフォローしてくれるんですけど、島野さんが怒った時は監督がフォロー入れてくれるんです、いや本当にこの信頼関係っていうかなんかすごいなと思って、なんかこうね男女は違いますけどなんかご夫婦で子供を育ててるみたいなね、なんかお父ちゃん怒った時はお母さんがフォロー入れてみたいな、はい、ただ星野さんが来るって言った時に中日選手が言ったのは、はい、星野さんよりも島野さんを絶対怒らせたらあかんよって言ってました、めちゃくちゃ怖いって、星野さん怖いの分かってるじゃない、それ以上に怖いのは島野さんやから、島野さんが怒ったらすごいですよ、もうマジでお前ってなんかちょっと言葉がねちょっと出てこなくなったりするんですけど、一回なんか
もう今から言えますけど、はい、ね、広島と阪神戦で甲子園なんか当てられて、はい、あのうちの選手が、はい、2、3発ぐらい当てられたんですかね、もう許さん言って島野さんが広島の兄屋さんに電話して、はい、おいお前兄や言ってお前ぶち殺すぶち殺す兄屋さんに試合中やのにっていう、もうえらい怒った時、あれこう電話で向こうにこう行けるんですか、この電話って、なんかマネージャーか何かに連絡させてか何かですかね、はいはい、何してるんですか、怖い、怖い、その時に何が、まあ、何歳も、あんにゃ、あいつ、許さねえし、怖い、あんにゃ、あいつだけは許さねえ、いや、本当にもう怖かったです、島野さんだけは、もう本当に、そうなんですね、これ、結構、野球界では有名なんですか、島野さんを殺したかっていう、むちゃくちゃ怖いですよ、はい、いや、本当にもう、いつも中日戦の乱闘見てたら、島野さん、真っ先に行ってますからね。それぐらいもう僕なんかやっぱちょっと星野さんイメージで星野さんばっかり見ちゃったりとか、いやいや、もうやっぱ島野さんはやばいっていうのはよく言われてたんで、はあ、でもむちゃくちゃ優しいんですよ本当に、普段は普段は島野さん、でも一回スイッチが入ったら止まらないっていう、星野さんとかどうですか、もう活躍した日の夜とかはなんかこう声かけてくれたりとか、飯食ってこいとかあるんですか、僕ね、その星野さんの時に、2002年ですかね、はい、甲子園でサヨナラホームラン打ったんですよ、はい、じゃ あのベンチというかあの監督室呼ばれて、はい、おい来いって、はい、でそこに宝石がブワーって並んでる、宝石がね、監督室に、監督室の前に並べられてるんです、バーって、はい、お好きな奥さんに持ってけ、お前奥さんやぞって、他の女に渡すなんて、バーって置いてやって、それ、奥さんにやれって、これなんですか、もう用意してあるんですか、監督室に、多分ね、僕なんかオーストラリアで多分買ってきてるんだと思うんですよ、その宝石っていうかそういうのを、はい、女性ものの、はい、でそれをこう監督室に置いといて、はい、バーって並べて奥さんに持って、奥さんに似合うやつを持って行ってやれって、もうすげえ高そうなやつ、それこそむちゃくちゃ高そうなやつですよ、どれいっちゃん高いんかなみたいなそうそう、でもあんまり言いすぎてもやっぱ気まずくなるしお前はよせそうなるから、はい、まあまあこれいただきます、星野さんはそういうのやってくれましたね、でも星野さんってね、なんか有名なその奥さんのこう誕生日でしたっけ、ね、花とか、花を中日時代やってましたけど、タイガース時代はそれやってないですね、でもタイガース時代それ超えてますやん、その宝石って、いや、お前花束超えて、いや本当にそういうの、でも何か怒られるんかなと思って、監督室、監督、ね、その時の監督好きの人が、はい、おい監督室もうこう呼ばれてるわ、何か悪いことしたかな、サヨナラホームラン打ったはずやのになと思ってって言ったらバーって並べられてる、そ契約更改の時に宝石分引かれてこれなんすか、マイナス20万って、ね、でもそういうなんか男気っていうのがある方だったなっていうふうに思いますね、かっこいいですね、そういうのはよくやっていただきました、岡田さんってどうなんですか、なんかすげえ僕大好きなんですけど、面白い、岡田さんはね、はい、選手にとってはものすごくやりやすい環境を作ってくれます、あそうですか、フロントに対して、はい、結構バーって言えるんで、選手がやりやすいように上の人と喧嘩してくれるのは岡田さんです、一番かっこいい上司ですよね、そうですね、上と喧嘩、はい、大変なのはコーチだと思います、ーコーチはね結構ねやっぱりブワーブワーって言われたり、はい、するみたいなん んできつく言うのはコーチに言う、選手にはそんなきつく言わない、だから選手にはやりやすい環境を作って、でそれをやっぱりコーチがあのやってなかったら、まあ、バーって怒られるっていう、やっぱ采配とかがでもバチバチ当たる監督ですね、ああここでエンドランとか、でも僕が2005年ですかね、代打、はい、守れない時に代打してる時に、はい、あの急に5回の裏の攻撃で、はい、もう本当ちょっとチャンスがなってくると、はい、浜行くぞって急僕座ってるんですよ、浜行くぞ、あの浜おい行こう浜みたいな、いや、用意せえ言って用意せえ、もうそう、僕ですかみたいな、僕ですか言って、はい、素振りもほとんどせずに、はい、行って、はい、で僕も結局そこでタイムリー打って、勝ち越しのタイムリーってヒーローインタビュー受けたこともあるんですけど、そういうひらめきとかがやっぱ瞬時にすごい、そういう
ピッチャーをここでスパッと変えて、もう代打を送り込むっていう、はい、っていうことがやっぱりこう感覚っていうかなんかあるんでしょうね、そういうのが。なんかこう長いことやってきたその直感っていうの、直感っていうのはなんかこう蓄積された何かがあるからそれが浮かんだりするんですかね、とは思いますし、あと僕が2005年交流戦で札幌ドームでタイムリー打って勝ち越して勝ったことがあるんですけど、はい、その時も僕 3打席ノーヒットだったんですけど、はい、で2アウト満塁で回ってきて、はい、でピッチャーの日ハムの立山さん、立山さんやっぱ右対右からしたらちょっと不利じゃないですか、はい、そうですね、僕代打出されるなって思ってたんですけど、はい、で結局代打行かなかったそのまま行かせてもらってヒットを打つんですけど、はい、なんかコーチの人に聞いたらあれもなんか打ちそうな気がする、だから代打は送らないっていうのをやっぱり言ってたみたいで、すごいですね、そういうその何なんの気がするみたいな、なんか直感っていうのがやっぱり優れた監督なのかなっていうふうには思いますね、はい、なんかこうねJFK とかああいうそのピッチャーのこの後ろのこう確立したりとかね、はい、ああいうのも岡田さんがね作って、岡田さんが今未だにずっと言ってるのは結局今年優勝するのは巨人やってるのずっと言ってるじゃないですか、今年こんだけ阪神がいい、それでもやっぱり巨人の方が最終的に強いっていうのは今でも言ってますもんね、それが逆に怖いですよね、当たりそうで、いやそうですよね、ズバズバ当たるちょっと怖いなっていう、いやみたいな岡田さんそうですか、いやかそういう、うん、まあ本当にこう3人とも色の濃いというか監督でした ね岡田さんのなんかエピソードなんかこの間がだいぶ前ですけど何かで聞いたんですけど、誰かのなんかお通夜かなんかに行くときにどっか山 で、はい、で道迷ってでなんか人がこんな誰も人おらへんとかにポツンと人立ってる思って、いやいや窓開けてな道聞こうたらイノシシやったわってそんなエピソードあります？それ嘘でしょ。いやそれ言ってましたよ俺。もうですか。俺も思い爆笑しましたもん。まあまあ。いやいやいや窓開けて聞いたもんで、ほなイノシシやったんや。そんなやつおらんやろ。そんなやつおらん。ほんまですか。言ってました。お母さん言ってましたわ。ぶっ飛んでますお母さん。ネタちゃうんですけども。ぶっ飛んでますか。お母さんぶっ飛んでた。ぶっ飛んでますもん。いやー面白いな、お母さんも。今日は、新興エンジニアのセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101107110いきます。111ピンピンピン。